非常にスパイシーな味付けになりますね。めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。焼きそばめちゃくちゃうまいっす。どうも料理男子さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はコラボでございます。僕インスタントラーメンの話いっぱいあるじゃないですか。僕が一番好きなインスタントラーメン、皆さん何人か知ってますか？札幌一番ですね。いつも言ってますけども、札幌一番が大好きです。はい、味噌塩醤油、まあ、全部好きなんですけど、今回使うのは醤油を使っていきます。はい、札幌一番のレシピは今までめちゃくちゃやってるんですよ。今回はですね、私がこの札幌一番で、実はね、汁なしもめちゃめちゃうまいんですよね。最近ハマってる食べ方で、札幌一番を汁なしで焼きそば風にして食べるっていうやり方があるんです。普通に作ってもめちゃくちゃうまいんですけども、今回は趣向を変えてですね、汁なしでめちゃくちゃ美味しい札幌一番ペッパー醤油焼きそば作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあまずですね、まずは、この旬のね、キャベツね、あれば、春キャベツ、使っていただいて、まあ、なければ普通のキャベツでも全然平気です。豚肉、こま肉でいいです。はい、こま肉が一番ね、スーパーでも安く、仕入れられますので、こま肉 70g ぐらいね。もしなければ バラでもロースでも、どちらでも大丈夫です。はい、調味料はね、概要欄に、書いてありますので、まあ、言っちゃうと、油、みりん、黒胡椒、小ネギと紅生姜です。材料めちゃくちゃ少ないでしょ。これでなんでかっていうと、皆さんのね、新生活を応援したいからです。ワンパンで作れるこのですね、札幌一番で作るペッパー醤油焼きそば、これを今からお教えしたいと思います。はい、ということでですね、今日は僕の、大好きな札幌一番とのコラボでテンションが上がりすぎてこのままだとちょっと失敗しそうなので、自分をクールダウンしていきたいと思います。クールダウンするためにはやっぱこれですね。はい、こちら飲んでですね、クールダウンしていきたいと思います。乾杯。いや、もう最高の札幌一番レシピ作れるな。ということでやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まあ今日はね、もうめちゃくちゃ簡単なので、包丁もいらないんじゃないこれ。キャベツなんですけども、もうちぎるね、ちぎりましょう。はい、ちぎった方がね、切った部分がね、ザクザクになってね、こっからね、結構ね、味吸うんですよね。ちぎっちゃいましょうね。芯はね、ちょっとね、細かめにちぎった方がいいです。はい、こんな感じね。豚こま肉ってね、結構ね、ところによりこれぐらいね、こま肉って言ってもこれぐらい大きかったりするんですよ。これちぎっちゃう。はい、包丁いらないですよ、これね。その方が洗い物少ない。じゃあなんでまな板と包丁出したんだって感じですけど、こうやった方が、あとはね、さっと手洗うだけなんで簡単です。はい、もう下ごしらえこれで終わり。焼いていきたいと思います。まずフライパン温めます。で、ここに油ね、サラダ油で大丈夫です。はい、あればね、豚のラードとかでもいいんですけども、ここに塩コショウを軽く振ったこの、豚こま焼いていきます。札幌一番作る時に鍋使ってると思うんですけども、今回は焼きそばフライパン一つで作りますからね。フライパンで作ると焼きも、麺の茹でも一緒にできちゃうので、すごくね、簡単です。火加減は中火ぐらいで大丈夫です。パリッとこの豚こまを炒めていきます。豚こまから油が出てきましたら、今度このキャベツですね。はい、でここに、ね、豚の油をね、ちょっと吸わせていきます。キャベツをね、ちょっとね、しなっとさせちゃいます。ね、キャベツがしなっとしたら、これね、真ん中ね、ちょっと開けるんですよ。いつも札幌一番を茹でるときは 500cc の水を入れると思うんですね。で、今回は 150cc だけでいい。これ入れてください。少ない余裕で麺を戻すと焼きそばチックな札幌一番になるんですね。この感じ、麺埋まってないじゃないですか。途中でひっくり返すとすごくね、いい感じだから、茹だったと同時に水気が全部なくなりますから、麺に吸わされて。ここでみりんも入れます。ちょっとね、甘みがあるとうまいんです。キャベツの甘みと相まってね、非常に、深い味になります。こんな感じでほぐれていくの分かりますか。できるだけ手間かけないでね、最高に美味しいもの食べたいですもんね。完全にほぐれてきましたよ、皆さん。スープを小さじ1半ぐらい入れます。これね、全部入れちゃうと結構しょっぱくなっちゃうんで気をつけてくださいね。ちょっと半分ぐらいでいいです。はい、余ったスープね、お椀に入れてください。はい、でこんな感じでスープを絡ませていく。はい、こんな感じですね。はい、水分全部なくなると分かりますか。これでね、いい感じの焼きそばになるんですね。黒胡椒と付属のスパイスね、札幌一番醤油が必ずついてます。付属のスパイスも入れてください。この黒胡椒とのダブルのスパイスで非常にスパイシーな味付けになりますね。めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。盛り付けていきたい。それでは盛り付けていきます。
ほら、こんな感じでもうね、ホロホロにほぐれてるんですよ。これね、めちゃめちゃいいやり方ですから。そろそろあったかくなってくるじゃないですか。あったかいとね、やっぱね、汁出しもいいなっていう風にね、皆さんなりますよ、これ。焼きそばめちゃくちゃうまいっす。で、ここに紅生姜と。紅生姜ね、ちょっとあるとね、酸味が加わっていいんですよ。小ネギね。最後に、またペッパーをかけちゃいますよ。これ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 、はい、札幌一番ペッパー醤油焼きそば完成したんですが、さっきスープ残ってるでしょ。ここにスープが余りがちなんですけども、ここにわかめね、乾燥わかめ入れてお湯入れるんですよ。これだけでね、わかめ入りラーメンスープになるんですよ。ということで、ラーメンスープ付きのペッパー醤油焼きそば完成でございます。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。焼きそばっていうと大体ソース味じゃないですか。僕はアレンジするとしたら醤油が一番ポテンシャルがあると思ってるんですよ。これのスープがすごくスキッとした味がするんで、麺とこのキャベツに非常にね合うんですね。あえて醤油ラーメンのスープでやるからこそキリッとした美味しさがありますね。みりんも少し入れてまろやかにはなってるんですけども、醤油のキリッとした味があってですね、ランチとかでもいいんですけども、お酒にこれね、非常に好きです。私スパイシーな胡椒がね、ペッパーが効いてることによってスルッといけますね。スープがついてるのがいいんですよ。焼きそばってやっぱり湯気がないんで、やっぱどうしてもスープが欲しいんですけども、スープ使う量が少ないからこそこの一杯のラーメンスープができるんですよ。うん、全然合うな。中華風の焼きそばを食べてるような感じ。めちゃくちゃうまい。札幌市場の醤油って麺に醤油が練り込まれてるんですよ。麺単体で食べてもめちゃくちゃ美味しいんですね。人たらしのラー油、うん、ラー油が入ることによってよりスパイシーさが増して香ばしさが出てくるので、お酒に合う。今回は、旬でしたのでキャベツでやったんですけども、レタスでやっても美味しいし、アスパラでやっても美味しいし、ブロッコリーでやってやっても美味しいし、何の野菜でも合うんですよ。牛もいけるし、鶏もいけるし、具材何でもいいんです。今回絶対覚えてください。一生役に立ちます。はい、いかがでしたでしょうか。少ないお湯で、煮ながら焼きそば風にするってことをやったことない方多いと思うんですけども、絶対やってほしいです。札幌一番の新しい世界開けます。ぜひやってみてください。今回ですね、使わせていただいた札幌一番さんキャンペーンとしてですね、7つのオリジナル T シャツのキャンペーンがやっておりますので、こちら概要欄に詳細が書いてありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。いいっすか。 OK です。はい、はい、ということでですね、今日は僕の、大好きな札幌一番とのコラボで、私テンションが